小野広縛れは、日本のテノール歌手。東方学園芸術短期大学講師。東京都出身。私立近所高等学校卒業。東方学園大学短期大学部専攻科を経て、東京芸術大学へ入学。声楽に移る前まではピアノを学び専攻していた、ことで、変更当初は、声楽や器楽の伴奏もしていた。藤原歌劇男性団員。 東方学園芸術短期大学生学講師。東京芸術大学音楽学部生学科卒業。松本美和子、中島元春、平野忠彦、勝部太志、星野里熊谷一行に指示。第37回、第41回イタリア生学コンコルソ入選。第1回山手の丘音楽コンクール入選。BBC オペラソサイエティーオーディション金賞受賞。 椿姫のジェルモン役を歌い、オペラデビュー。2009年11月より、バリトンからテノールへ転校。イタリア・ローマ・サンロレンツォ・ムジカマスタークラス終了。第49回イタリア・声楽コンコルソ入選。第23回太陽・カンツォーネ・コンコルソ第1位。その他多くの新人賞、テノール大賞受賞。また様々な音楽雑誌に掲載される。 日本では貴重なスピントテノール、ベルディテノールとして将来が期待されている。藤原歌劇団には2017年、ルチアに手デビュー。また、指揮者としてもオートフィル、ラボエーム、カルメニアペルゴレージ、スターバトマーテル等を指揮、パウローニア管弦楽団指揮者、オフィス協代表、バリトン時代テノール転向後、ありがとうございます。